にぎはや、なんか顔がすごく怖いんですけど。理由はわかるな。僕が神様じゃなくなっちゃうって話、本当なわけ？ほぼ決定事項だ。いやだ！僕打点なんかしたくない！にぎはやの力でなんとか首撤回を！ほぼと言ったのが聞こえなかったのか。即首だったらくくりがこんな格好してるはずないだろ。くくりは速攻首にしてもいいと思ってるけどね。説明していただけますでしょうか。ここはつくも市街、人間界の日本地域の真ん中あたりかな。これって学校？そういえば学校って行ったことないんだよね。なんかいろいろルールがややこしくて。その通り。独自の法のもとに運営され、多くの未熟な人間が集う施設、ここはつくも学園だ。人間が学校という場所で過ごす期間は、その人間の命運を大きく左右する。故に運命の歪みも現れやすい。このつくも学園はその最たるものだ。まだわかんないの？安住の本来の仕事は何？歪んでしまった人間の命運を正して、善人には幸せを、悪人には罰を与えること。そうだ。そしてお前はこれまでその仕事を一度も達成したことがない。遅い！反省するのが500年遅いよ。そんな安住にラストチャンスを与えるんだから、主様の寛大なお心に深く感謝するんだね。チャンス？お前にはこのつくも学園に生きる不幸な人々を幸福にする試練に挑戦してもらう。この試練を乗り越えることができれば、打点の話を白紙に戻し、神として天界にとどまることができるが。失敗したら即打点、天界追放で何の力もないただの人間として地上で生きていかなきゃいけないってわけ。そんなの困る！嫌なら真面目に働くことだね。って言っても一筋縄じゃいかないと思うけど、この学園はね、特にこの地域でも問題の多い学校なんだ。一応ここに資料があるけど。これはこれは、随分な単語が並んでいるようで。校内では常にトラブルが巻き起こってるような状態。これを僕に何とかしろってこと？いや、正確にはそうではない。因果応報。己のやったことは、すべてそのまま己に返る。自分のやったことの責任は、自分で取らなければならない。それは、定められた道筋である。この世界には少なからずその当然の輪廻から外れてしまった哀れな子羊たちが存在する。悪いことしてないのに悪いことばかり返ってきたり、いいことしてるのに悪いことしか返ってこないとか、そういうこと？そう。運命の回路がねじれ、悲しみばかりが降り積もる人間に救いの手を差し伸べるのが神の使命だ。
つまりその人たちの命運をきちんとプラマイゼロの当然の流れにすることが僕の役目ってこと？そういうことだな。なんかすっごく難しそうなんだけど。難しく考える必要はない。善行を行った者に対し幸福という褒美を与える。それができれば試練は合格だ。あ、そう言われたら簡単そう。要は不幸な人を幸せにできたら僕は神様でいられるんだよね。約束しよう。まったく主様に感謝しなよ。安住の神様剥奪が決まった時に。くくり、余計なことは言わなくていい。申し訳ありません。気にするな。必要のない情報だ。これはお前にとっての大切な使命だ。神として人々を救い、お前にとっての幸福を知るのだ、安住。僕にとっての幸福？幸福を知らぬ者に幸福を与えることはできない。僕、毎日結構ハッピーだけどな。本当の幸せがお前には理解できているのか。思慮深くあれ、鮮やかであれ、神としてふさわしい行いをするように。わかりました。頑張ります。僕にできること精一杯やってみるよ。お前のその前向きさは武器だな。あ、にぎはや、今もしかして褒めてくれた？主様、あまり調子に乗らせない方がいいのでは。ふん、何、今だけのことだ。人間界は天界ほど楽な世界ではない。安住も直に気づくだろう、ことの難しさに。ああ、本当に大丈夫かな。くくり、すっごい不安なんだけど。ごめん、心配かけちゃってるな。別に心配なんかしてない。勘違いすんな。そんな自信なさげな顔するな。これからお仕事しようってやつがそんなんでどうするんだよ。だって自信はないからな。自信満々に言うな。神様を続けたいんでしょ。僕にとっての幸せは今まで通りにぎはややくくりと天界で暮らすこと。たまには人間界に降りてレア物集めするのもいいけどね。神様じゃなくなったら今持ってるもの全部捨てなきゃいけないわけでしょ。そんなの嫌だ。だから頑張る。それがお前の意志ならば、その意志を叶えるために行くがよい。くくり、例のものを。はい。本来であれば神は地上に降りることなく天界から人の命運を操る。だが一人前の神ではないお前の力では、つくも市街に渦巻く人の命運の歪みを正しき道に導くことはできん。お前にはこれから人間界の時間で2週間の猶予を与える。その期間、人間としてつくも市街に降り立つがよい。僕が人間として？でもターゲットはつくも学園ってところの中にいる人でしょ。学校っていろいろルールが厳しくて、部外者は勝手に入ったり好きなことしたりできない仕組みだったと思うんだけど。それについてはくくりに任せてやる。ダメ安住のためにできる式神のくくりがちゃんと下準備してあげてるんだからね。感謝しなよ。どっちも人間の服着てる。こっちの僕はかなり若いし、この服もしかしてくくりとお揃い？そう、制服だからね。これから安住が降臨するつくも学園の学生服。外見年齢も7歳ほど若くしといた。ん？じゃあこっちは？これはいつもの安住。挑発は人間界じゃちょっと目立つかもしれないけど、
その分、服装は真面目な教育実習生っぽくしといたよ。つまりお前は、学生と教師、どちらかの肉体を選び、一人の人間として、筑毛学園に潜入することになる。人間として？だけど、いつもみたいにフラッと地上に降りるんじゃなくて、2週間も学校に潜入するなんて。いくら人間の体を使っても、すぐに僕が神様だってバレちゃうんじゃ。心配する必要はない。潜入にあたって、周囲の人間たちの記憶は、簡単にではあるが操作しておいている。ただし、人間の体で神としての力を使うことはできない。人間界にいる間、お前はその頭と体だけを頼りに、人の幸せを叶えなければいけないのだ。って、なんか青い顔してるけどさ、そもそも安住、まともな力使えないじゃん。初歩中の初歩の記憶操作だって失敗するし、運命操作なんかそもそもしたことないでしょ？マスターしてるの、人間界と天界の移動くらいじゃないの？まあ、そうなんだけどさ。そう不安がるな。人間の世界で生活するのだから、人間としての力があれば、十分に生きていける。さあ、選ぶがよい。お前の力を生かすことのできる、人としての肉体を。なるほど。その体を選んだか。さて、この選択がどう出るか。あとはお前の立ち回り次第だな。安住よ、これはお前に与えられた罰であり、最後のチャンスだ。同時に、お前が神として成長するための幸運でもある。お前ならば、必ずやこの任を全うし、神として一つ上の次元へと登ることができるはずだと、私は信じている。さあ、行くがよい。罪なき子羊を救うため、歪んだ輪廻を断ち切るために。神の名のもとにこの任務お受けいたします。行ってきます、人間界へ。